日本の動画が世界中で話題になってます。3秒で調理した空飛ぶエビフライ。3秒クッキング、今日はエビフライです。3秒でできる作り方を紹介します。材料はエビ6尾。では移動します。これをつけてください。卵はあらかじめ溶いて入れます。小麦粉は入れすぎに注意してください。エビは丁寧にレーンに入れます。あとはボタンを。どんなエビか。はい、出来上がり。うわー、面白い。本当に作っちゃったんだそうです。まずはひき肉と白菜、筒の中から噴出。味付けは塩コショウ、細かく刻んだニラとニンニクをたっぷり混ぜたら、もちもちの餃子の皮で包みます。火加減は強火でお願いします。皮の表面をパリッとさせたら、最後は鉄板のミットでジュッと焼き上げます。